BS 徳山の中日スポーツ杯争奪戦本命バトル、初日の戦いも残すカードはあと2つとなりました。これからスナッチ選抜第11レースを行います。1号艇は東京の高橋秀幸、2号艇地元山口は山口市の坂野康明、3号艇福岡の獅童義和、4号艇長崎の吉田一郎、5号艇愛知の横井健太、6号艇群馬の津久井拓也、以上の6名、本番も動きはなく1、2、3、4、5、6と枠なりに並んでいます。この11レースの大本命となったのは1号艇の高橋秀幸です。今日の初戦2レースから早速自慢のスタート力発揮、うちの2艇がへこんだところすかさず3コースからまくって白星発進となりました。ここも連勝期待の票が集まります。2コースには地元2号艇坂野康明、3コースに3号艇獅童義和です。4コース角に引っ張るのは4号艇吉田一郎です。今日の前半は6枠を4コースまで入ってまくり出しての1着でした。5コースに5号艇横井健太、そして大里6コース6号艇津久井拓也、3月4月 A2 復帰へ向けてあと一半踏ん張りとなっています。3対3でインコースから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。1号艇の高橋がわずかに覗いたスタートです。その後も出ていく1号艇高橋、1マークの攻防、逃げる1号艇高橋、刺す2号艇坂野、外から3号艇の指導、先頭は1号艇の高橋です。スタートは前提正常でした。トップスタートから逃げました1号艇高橋が先頭です。2番手には4号艇吉田が上がっています。一定審査で3号艇の指導、これから2マークの旋回です。トップで回ってくるのは1号艇高橋、続いて4号艇吉田のうちに2番6番詰め寄りますが、握ってかわした4号艇吉田、刺してきた3号艇指導が3番手、2番手3番手の定冠が詰まっています。レースはこれから2周目、先頭独走は1号艇高橋、2番手4号艇吉田の内を取って3号艇指導が上がっていきます。2周の1枠2番手は3号艇指導が先に回る、刺す4号艇の吉田、2番手はさばきました4号艇吉田一郎、3番手に3号艇指導義和、上位3艇は1番4番3番です。その後ろは5号艇横井6号艇津久井が並んで、最後方に2号艇坂野、2周2枠トップで1号艇高橋、続いて4号艇吉田、3号艇指導が3番手、上位3艇1番4番3番、4番手からじわり接近してくるのが5号艇の横井健太です。レースは最終周回、3番手を守る3号艇指導、追い上げ効くか5号艇の横井が4番手、最後の1幕1番4番と抜けた後、3番手3号艇指導を刺す5号艇の横井、3番手は3号艇の指導が守りました。上位3艇は1番4番3番と変わりなく最後のバックストレッチ、2連単14の組み合わせ 2.4 倍です。3連単143で入ると 6.3 倍、ラストターンマーク先頭1号艇高橋、2番手4号艇吉田、3番手は3号艇指導、迫る5号艇の横井ですが一歩届きません。1番高橋五輪、4番吉田五輪、3番指導5番横井五輪、6番津久井五輪、2番坂野五輪。